はい、こんにちは。恋愛パンダです。今日もよろしくお願いします。今日もね、僕が婚活の話をやっていきます。で、僕はね、一応Lの住民ということで、今日もね、話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。あるね、ちょっとね、内容を見たんですけど、これ僕の話じゃないんだけど、こういうのを見ました。入会して4ヶ月目で、現在仮交際、なかなかいい感じの子がいるが、顔がね、全くタイプでないし、スタイルは良くなくて、性格や共通点の話題で話が合う子っていうことで、言われてる方がいます。で、それでね、結構ね、4ヶ月ね、カツカツして、もうそろそろ疲れてきたと。で、何人かのことね、仮交際させてもらったけど、最悪な、正直最悪な人も何人かいたって書いてるんですけど、それを考えると顔、それを考えると顔がタイプじゃなくても妥協すべきかみたいなことを言われてるんですけど、これにね、僕がお答えすると、ぶっちゃけ4ヶ月でね、結構ね、頑張ってる方だと思います。他の方とかね、たまに書くんだけど、4ヶ月でまだね、仮交際まで行ってない人も結構いるんですよ。だから、つまりその、月にしたらね、1人マッチングしたらいいところなんですよ。それでお見合いして、おそらく10人ぐらいお見合いしたら1人か2人ぐらい仮交際に行くようなね、レベルだと思います。で、それがでいい方なんですよ。だから4ヶ月でこれはね、結構ね、早いペースだと思います。で、それで確かにこの悩み、僕ね、すっごいわかるんですよ。僕もね、今ね、そういう心境で、なんだろうな、顔がね、本当にブサイクなんですよ。で、っていうか、婚活ってブサイクな人多いですよね。婚活市場ね、一般社会じゃないですよ。僕一般社会の話はしてないですよ、あくまで。なんで、婚活されてない方は、あんまりね、気にしない方がいいです。僕言ってるのは婚活市場の話で、一般市場がブサイクばっかりとか、そんなこと言ってないです。そんなこと言ってるわけじゃなくて、婚活市場の話です。それで、顔が全然タイプじゃないし、ブサイクも結構いるんですよ、本当。だけど男性は仕方ないから、申し込みして会ってるんだけど、それ本当に悩めるんですよ。もう悩める子羊って感じです。悩める子羊で、僕も悩んでるんですよ。わかります、本当。それだから答えが出ないんですよね。どうしたらいいのか。顔とか、プロフィールはタイプじゃないんだけど、ただ話がね、ちょっと合うだけで、仮交際に至ってるっていう現状なんですよ。それが本当にね、いいのか悪いのか、どうしたらいいのかとかね、結構難しくて、結構困りますよね。で、本当にね、同じ悩みをね、持ってる、N の住人としてで、本当に迷います。多分ね、この4ヶ月でマッチングしてるってことは、それなりにね、スペックがあるんじゃないかなと思うんですよ。その言われてる方ね、これ僕自分のこと言ってないですよ。これ言われてる方がね、おそらくそれなりにね、年収も普通で、容姿とかも別にそこまで悪くなくてっていう、そう、別にそこまで悪くない人なんだ、スペック的にだと思います。そうじゃないとで、結構4ヶ月でなかなか仮交際までいかないですよね、と思いますね。ということで、僕もすごく悩みがいっぱいあるんだけど、同じステージ、ちょうど同じぐらいのステージで同じ感じで、結構ね、本当に迷います。で、綺麗で性格が最悪なのか、あれですよ、29とか30でね、綺麗で性格が悪いのか、ブサイクで、ちょっとキモいだけど、すごい人柄がいいか、これ迷うんですよね。本当に僕はね、綺麗なバラにはトゲがあると思ってるんで、ちょっと注意します。そっちは注意してるんだけど、でもブサイクでちょっと迷ってね、もうどうしようってなっちゃうんで、これがね、本当の恋愛パンダの悩みと一致してたんで、今回ね、
同じ住人としてね、ちょっとね、まあ住民としてね、まあ紹介させてもらいました。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。